1920年代にポーランド富士救済に尽力した当時の日本赤十字社副社長、坂本三之助さんの孫である中村由紀子さんが敦賀市を訪れ坂本三之助さんがポーランド政府から贈られた勲章とポーランドの郷土人形を敦賀市に寄付しました。 三月二十一日、鶴ヶ市役所を訪れたのは、中村幸子さんと夫の正隆さん。そして、紹介者であるフリーランスライターの北出明さんです。幸子さんの祖父、坂本三之助さんは愛知県出身で、千九百二年から千九百七年まで。福井県知事を務めた、福井にゆかりのある人物です。壊すことになって。 に後に日本赤十字社の副社長を務め在任中の1920年代にポーランド孤児救済に尽力しましたポーランド政府はその功績を称え1922年、大正11年に坂本さんにポーランド国勲章を贈りました 今から約60年前、由紀子さんの祖母で坂本三之助さんの妻が住んでいた東京の大田区の家が取り壊されることになった際のこと当時、大学生だった由紀子さんはその家の整理中、偶然、蔵の中から出てきた勲章の箱を見つけそのまま譲り受けました。うん、それからずっとタンスの引き出しししで保管していましたが 数年前、久しぶりに勲章を見つけた際、ポーランドの文字が書かれていることに気づきました。その後、フリーランスライターの北出さんから鶴ヶムゼイムのことを聞き、何かの役に立つならと鶴ヶ市に寄付することを決めたそうです。<laughs> また今回、勲章と一緒に 坂本三之助さんの娘でユキコさんの母、花さんがポーランド政府から送られたというポーランドの郷土人形も一緒に寄付されましたポーランド公使が勲章授与のために坂本さんの家を訪れた際遊んでいた花さんを見かけ後日送ったもので花さんはこの人形をとても大切にし続け第二次世界大戦時も空襲の中 疎開先に持って行ったほどだったそうです人形には送られた経緯が綴られた花さん直筆の手紙も添えられています寄付にあたりユキコさんはたまたま見た目が気に入って手元に残していた勲章がこのような晴れがましい形になるとは夢にも思わなかったとはにかんな様子を見せていました また、勲章と人形を受け取った米沢市長は日本が果たした役割の象徴である勲章や感謝の気持ちが伝わる人形を見ることでよりポーランド孤児救済への理解が深まると思うたくさんの人に見てもらってポーランドとのつながりや人道の意味を感じるきっかけにしてもらいたいと述べ寄付に対する感謝を伝えました。なお、寄付された勲章と人形は、 現在開かれている人道の港、鶴ヶムゼイム企画展、ムゼイムの奇跡で展示されています。